日本語能力試験 N2 懲戒これから N2 の懲戒試験を始めますメモを取っても構いません問題用紙を開けてください問題1問題一では まず質問を聞いいてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください1番男の人と女の人が見本市の準備について話しています。 受付の際、家族連れの客には何を渡しますかでは、受付について説明します。メーカーやお店の人など業界関係者の人の場合は、まず名刺をもらって、この青い参加証を渡してください。紐がついているタイプで、会場内ではこれを首からかけてもらいます。これがあれば、1回出てもまた再入場できます。 じゃあ、首からかけている人には何もしなくていいんですね。そういうことです。で、一般のお客さんはこっちの白い方です。それから、私たちスタッフとブースを出しているところはこの赤です。わかりました。次にこの会場案内です。期間中のイベントのプログラムも書いてあります。えー、ここですね。それと、 今回は第10回ということで、記念品のペンがあります。箱に入れてあるので、そのまま渡してください。わかりました。受付の際、家族連れの客には何を渡しますか 2番？2> 女の人が駅の案内所で係りの人と話しています。女の人はどの切符を買いますか？すみません、土日限定のお得な切符があるって聞いたんですが、はい、土日限定のものですと2種類ございます。こちらの区間内の電車と市バスがご利用できて、有効期限が当日のものと。 2日間のものもがございますそれからこちらは今月だけの期間限定で発売しているものなんですが土日を入れて3日間区間内で乗り降り自由となっております。へーおいくらなんですかはい当日のものは1,000円2日間のものですと1,800円こちらの3日間のものは2,600円となります。あと当日限りで 電車のみのご利用というのもございまして、そちらが800円です。どのようなご予定ですか今日を入れて3日間なんですが、今日はもう移動しないでそのままホテルに行きます。明日は朝早くからいろいろ回りたいんです。で、月曜は桜タワー行って帰るだけっていう感じです。それでしたらこちらがおすすめです。 バスは路線も多いですし頻繁に走っていますのでついていたほうが便利かと思いますわかりましたじゃあこれにします女の人はどの切符を買いますか 3番、会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこれから何をしますかプレゼンの準備、大丈夫ですよね忘れ物ないですよねうん。資料のデータは USB にも入っているし、この PC にも入っているし、サンプルも持ったし、パンフレットも。 サンプルは1セットじゃなくてもう3セットぐらいあったほうがいいんじゃないですか説明している間にお客さんにも直接手に取ってみてもらったほうがいいと思うんですそうだね説明を聞くだけよりずっとわかりやすいからねじゃあサンプルはあと3セット持ってきてくれるわかりましたそれからパンフレットももうちょっとコピーしてきましょうかいや パンフレットはこっちの封筒に、まだだいぶ余分があるから大丈夫。女の人はこれから何をしますか四番 図書館で男の人と係りの人が話しています。男の人はこれから何をしますかすみません。この本を借りたいんですけど。はい。この書籍番号の数字が書かれた棚にあります。じゃあ、この本だと番号が320だから、320の棚にあるんですねそうです。320だと、 あちらの壁沿いの列になりますね。手前から4つ目の棚です。わかりました。ありがとうございます。あ、ちょっと待ってください。お荷物はロッカーに入れていただけますかロッカーああ、わかりました。お金は戻るんですよねはい。あ、そうだ。コピーはできますかええ。あちらの階段の脇にコピー機があります。1枚10円になります。 わかりました。どうも。男の人は。これから何をしますか。五番。 女の学生と男の学生が話しています。男の学生はこの後どうしますか。あれどうしたのぐったりして。昨日から体がだるくて熱があるみたい。顔赤いね。辛そう。ねえ病院に行った方がいいんじゃない。うん。でも帰って薬飲んで寝るよ。今日はもう授業もないし。 そうした方がいいようんじゃあレポートを提出したら帰るよレポート提出先先は田中先生の研究室のポストじゃあ出しておいてあげるよこれから授業であっちの方に行くからえいいのじゃあそうしてもらおうかな男の学生はこのあとどうしますか 問題2問題2ではまず質問を聞いてくださいその後問題用紙の選択肢を読んでください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを 一つ選んでください一番大学で男の学生と女の学生が話しています男の学生はプログラムの何がいいと言っていますか マリアさん、エレベーター前のポスター見た正月を仲間と過ごそうっていうタイトルのいえ、何ですかそれ留学生と日本人学生が集まって年末年始を一緒に過ごすんだよいろんな行事とか体験しながら大学のゲストハウスに4日間泊まって食事付きで5000円かなへえ、面白そう私、今年は国に帰らないし 参加してみようかな。4日で5000円っていうのも安いですね。うん。僕も参加したことあるけど、よかったよ。いろんな人と知り合えて。マリアさんにおすすめだよ。じゃあ、早速資料をもらってきます。男の学生はプログラムの何がいいと言っていますか 2>, 2番男の人と女の人が話していますどうして打ち合わせの予定を変更しなければなりませんか 原さん、ABC 広告との打ち合わせの日を変更しなければならなくなったよ。どうしたんですか。サンプルも上がって準備はできてるのに。十五日だと青木さんが打ち合わせに出られないんだよ。ああ、彼大阪に出張でしたね。でも日にちが重ならないようにしてたんじゃないんですか。うん。大阪の件は元々もともとは十四日で約束してたんだけど。 先方がどうしても15日にしてほしいって言ってきたらしい。そうなんですか。まあしょうがない。でも、ABC 広告とは今回が最初のプレゼンだし、どんな質問とか注文とかが来るかわからないしね。デザインをした本人には、いてもらった方がいいんだよ。そうですね。じゃあとにかく日にちを変えてもらうしかないですね。そうなんだよ。 どうして打ち合わせの予定を変更しなければなりませんか三番国際フェアについてスタッフが話しています。 今回初めて演奏をするかもしれない国はどこですか 今年は去年以上に盛り上げたいねもちろん料理はいつも賑わうからステージに力を入れたいねそうね去年は中国のニコとかタイの踊りとか評判良かったけどステージのプログラムは少なかったかなあと2つ3つ欲しいよねうん2つだねニコってチェルみたいな楽器でしょあの音好きだな優しい感じで やっぱり音楽はいいよ人が自然に寄ってくるしうんじゃあガムランはどうああいいんじゃないかなバリ島は日本の女性に人気があるからねそれにインドネシアはまだステージでは何もやったことがなかったから新鮮でいいと思うそうねわかった僕はモンゴル相撲が見てみたいな最近モンゴル出身の力士が多いから 日本の相撲とどう違うか興味ある人多いと思うそれも良さそうじゃあそっちをお願いねわかった今回初めて演奏をするかもしれない国はどこですか 4番男の人と女の人が話していますどうして最初に提案した店にしなかったのですか 田中さん、今年の忘年会はどこがいいでしょうそうね、ミラノは駅からちょっとあるけどああ、あそこは間違いないですよね雰囲気がいいし、料理もおいしいし値段も手頃だしねもしくは和食の店で藤屋かなこっちは駅前だから便利だよねああ、藤屋もいいな 魚がうまいでですよね新鮮でうーん困りましたねでもあれかなミラノはここのところ続いてるのよね野田さんの送別会の時もあそこだったし確かにちょっと多いかもしれませんね変えた方がいいですかねそうねいいんじゃない不二家でじゃあ早速予約しときましょうか。 年末はすぐ埋まっちゃいますから。うん、そして。どうして最初に提案した店にしなかったのですか。五番。 夫婦が話しています。夫は部下に対して怒っているのはなぜだと言っていますか どうしたのまったく、最近の若いやつは言うことがめちゃくちゃだ言葉遣いまあ敬語とかの間違い多いよねそれはもう諦めてるでも会議に遅刻しておいて謝り方も知らないというのはどうかと思うなんて言って謝ったの資料の準備が大変だったから仕方がないっていう言い方なんだよ確かに大変だったのは俺も知っていたけれど だからといって全然自分に責任がないような言い方をすることはないだろう。あれじゃあ他の部の連中やお客様に恥ずかしいじゃないかまったくもう。夫は部下に対して怒っているのはなぜだと言っていますか 6番留学生と女の先生が話しています留学生はどこの紅葉を見に行くつもりですか ジョンさん、日光は紅葉どうでしたそれが、いい時期はもう過ぎてしまったみたいなんですそうですか、京都は来週が見頃だって昨日ニュースで言ってたけど日光はちょっと早かったんですねどうして日光と京都で時期が違うんですか日本は小さい国だけど意外に南北に長くて 高いところと低いところの高低差もあるから地域によって気候のの差が結構あるのよだから紅葉のシーズンも北から南にだんだん移っていくのそうかそれで京都の紅葉は来週が一番いいんですねいいなあ見てみたいなこの時期の京都はすごく混みますよ宿が取れないんじゃないかな そうなんですか。でも、宿はどこでもいいんで、ちょっと調べてみます。あ、先生、桜はどうなんですか桜も北から南なんですかい,いえ、逆です。南の方からだんだん暖かくなって花が咲いていくから、南から北の順になるんです。東京は3月の終わり頃から4月がシーズンだけど、 北海道は6月頃に咲くところもあるんですよなるほどじゃあその頃を楽しみにしてます留学生はどこの紅葉を見に行くつもりですか ここでちょっと休みましょう。 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありませんまず話を聞いてくださいそれから 質問と選択肢を聞いて一から四の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょう一番テレビでアナウンサーが話しています。 学生の就職活動を就活と呼ぶのと同じようにいつの頃からか結婚を目的にした活動を婚活と呼ぶようになりましたさてこの婚活最近では活動のスタイルや関連のサービスなどにさまざまな広がりが見られます注目したいものの一つに 注目したいものののつに市や町など自治体の支援が挙げられます例えば婚活中の男女を集め彼らに格安の利用券を提供して地元のレストランやレジャースポットなどを一緒に回ってもらうというようなものですより多くの人と気軽に知り合うことができるということで大変好評のようです 単なる個人的な問題にとどまらず少子化や若者離れに悩む地方社会にとっても大きな関心事になっているようなのですこの話の主なテーマは何ですか就職ののための活動 2> 2 結婚のための活動3若者の地方離れ42番留学生の女の人がゼミの先輩と発表の手順について話していますオリガさん うちのゼミは発表の手順がちょっと変わっているので、説明しとくね。そうなんですか。じゃあお願いします。うん。発表する前に、必ず2人のゼミ生にチェックをしてもらうんだよ。2人からは問題点なんかを書いた質問票が送られてくるから、それに対する回答と修正をして、最後にレポートとその質問票をみんなにメールする、そういう流れ。 なんだか複雑そうですね具体的にはどういうスケジュールになるんですか 2>, 2人にレポートを送るのが2週間前みんなにレポートと質問票を送るのが3日前とにかく2週間前に用意しないといけないんですねじゃああと3週間かわかりましたどうも いつまでに、レポートをみんなにメールしなければなりませんか。一。発表の三週間前。二。発表の二週間前。三。発表の三日前まで。四。発表の前の日まで。 3番女の学生と男の学生が話していますねえ聞いて昨日上田先生のゼミで発表したんだけど珍しく褒められちゃったへえすごいねあの先生厳しいって有名だからねよく叱るんでしょそうなのだからちょっとやる気が出た人間褒められると伸びるって言うもんね スポーツとか運動能力についてよく言われるみたいだけど勉強もそうだよねそう思う成績が悪いとかうまくできないからって叱るのはどうかと思うなうんむしろ逆効果だよねやっぱりちょっとでも自信とか達成感が得られるのがいいんじゃないかなそうねあとうまくできた時にご褒美がもらえるともっとやる気が出る。 何か買ってもらえるとか、おいしいものが食べられるとか。そりゃそうだよ。二人は何について話していますか一、叱ることについて。二、褒めることについて。三。 努力と成果について。四。<4. S 1> 人の能力について。四番。女の学生と男の学生が話しています。田中さん、自転車見つかったんだって。 よかったね。それがそうでもないんだよ。五千円も取られちゃって、五千円？どうして？昨日、市の方から連絡があったんだよ。自転車取りに来てくれって、なくしたって届けは出してなかったんだけど、自転車の登録をしてたから。ああ、防犯登録ね。で、どこにあったの？違法駐輪とかの自転車を保管してるとこ。 バス停のそばにずっと置いてあったみたいえ、じゃあそれで払わされるの盗まれたって言えばいいじゃない言ったよもちろんでもそういう言い訳をする人は結構いるんだって違法駐輪してるのにお金払いたくないもんだからいやだねそういうの結局どうしようもないから払ったよもったいないね届けでしなきゃって思ってたんだけど ずっと忙しくてさつい後回しにしちゃったんだよね5,000円の支払いは何に対するものですか 1. 1自転車の登録をしなかったこと 2, 2借りた自転車を返さなかったこと 市の自転車を勝手に使ったこと4止めてはいけないところに自転車を止めたこと5番車内でアナウンスをしています総務課からのお願いです 社内の皆さん、席を離れるときに、パソコンをつけっぱなしにしていませんかオフィスには、社外の方が出入りすることもあります。重要な情報を画面に出したままにしないでください。書類なども同じです。机の上に広げたままにせず、使用後は、すぐファイルに戻すようにしてください。 また、無駄なコピーを取ると、それだけ情報が漏れる危険が高くなります。コピーは必要な分だけにしてください。以上、総務課からのお願いでした。何を呼びかけていますか一電気を無駄に使わないこと S 2. 2 <S 道具や機械を大事に使うこと 3. 情報の管理に気をつけること <4 S 1> 身の回りをきちんとすること。 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。 1> 1番、そろそろ開始予定の時間ですが先生はまだお見合いになっていませんか1すす。す。ぐ伺いいまままたおいでになりますもなくいらっしゃると思います。 2番あの奥の会議室も鍵を閉めちゃって構いませんか？1。ええ、開けても構いません。2。閉めたままにしておいてください。3。すみません。もうちょっと使いたいんですが。 3番今のビジネスマンには携帯が欠かせませんね」「今のビジネスマンには携帯が欠かせませんね」「いえ欠かせます」2「2本当にないと仕事ができません」 4番、荷物が多いですね。どれかお持ちしましょうか。1ええ、じゃあこれを持ちましょう。2 2> じゃあこれ持ってもらえますか <3 S 2> ありがとう。じゃあこれをお持ちします。 5番「今度の企画なかなかいいね」「1」「い,いえどういたしまして」「2」「なかなかですか」「自信はあったんですが」「3」「ありがとうございます」 6番。やっぱりここのコーヒーは違うね。1。1> うん、最高だよ。2>, 2。残念だね。期待してたのに。3。なんで普通のコーヒーが出せないんだろう。 7番、すみません、それ取っていただけませんか1、1> はい、取りましょう。2>, 2、これですかどうぞ。3、いいんですかどうも。 8番、「部長その企画私にやらせていただけませんか?」。「そうですね。じゃあやらせましょう。」。「そうだな。じゃあやってもらおうか。」。「そうね。じゃあやってあげましょう。」。 9番あ会議室取っといてくれた 1, 1はいこれから予約します 2, 2はい押さえました3いえ取ってあげられませんでした 10番、いやあ、お待たせしてすみません。1、いいえ、どうぞご遠慮なく。2、いいえ、お待ちしておりました。3、いいえ、お忙しいところすみません。 11番ねえこのお菓子おいしいよ食べてみたら 1, 1どうぞ遠慮なく 2, 2甘いものはどうも3そんなふうに言われるなんて嬉しいです。 問題5問題5では長めの話を聞きますこの問題には練習はありませんメモを取ってもかまいません1番問題用紙に何も印刷されていませんまず話を聞いてください それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番 1> 男の学生と女の学生が 美術館の職員と話しています入場料は1000円か学割が使えるから2割引きになるんだよねあ,あいいんだよ招待券があるからいらないああそうなのじゃあありがたくすみませんこれで2名お願いしますはいあすみませんこのチケットは1枚お一人様のみのご使用になるんですがえ そうなんですかあ本当だ1名って書いてあるこの間のチケットは2名分だったんだけどなまあしょうがないじゃないじゃあ1人はこれで1人は学生割引ではい学生はいいくら払いますか 1> 1 2,000円。 2>, 2、1600円。3、1000円。4、800円。2番。2> まず話を聞いてください。 それから二つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の一から四の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます料理教室で女の先生が話しています今日は皆さんに 白菜を使った料理に挑戦していただきます白菜はもともと冬のお野菜なので鍋料理が代表的ですがそれ以外にもさまざまな料理に使うことができますどの部分を使ってもおいしく食べることができますが場所によって硬さや味に違いがあります外側の青い葉は硬くて苦みが少しあって 油を使った料理や鍋料理によく合います。中心部分は柔らかく甘みがあって、サラダや漬物などにぴったりです。ではまず、どんな料理にチャレンジするか考えてみてください。白菜か。何か変わったものがいいけど、お寿司じゃ変だし。でも要するに、 キャベツみたいなもんだよねじゃあロールキャベツとかがいいのかなあそれいいかも合いそう私はサラダにしようかな毎日食べるからメニューが増えると嬉しいいいんじゃないキャベツとかレタスとかが高くなったときに代わりに使えるしそうだな僕もそういうのにしようかなそういうのって普段食べるようなもの そうするとやっぱり炒め物だな簡単にできるから中華風に豚肉とか人参とかと炒めようかなじゃあ私がロールキャベツやろうかないいもちろんほらサラダだとすぐできて面白くないしそれにこれからどんどん寒くなるじゃないあったかい煮物の方がありがたい気がしてきたでも普通じゃつまんないから 和風にしてみようかな。あ、いいね。そうして。質問一。女の人は。どのように調理しますか。質問2。二。 男の人はどのように調理しますか you <laughs>